こんにちはです。ゴードです。ですね、今回はちょっといつもと場所が違うんですけど、はい、ちょっとご紹介いただいていいですか？いや、そうね、一応我が家なんですけども、コンチャスハウス。はい、コンチャスハウスにちょっと依頼が来まして。はい。いや、以前の動画とかでも、まあ、ちょこちょこ触れてるんですけど、はい、コンチャスは結構ね、インテリアがすごい好きで、はい、花瓶とかも前回紹介したんですけど、で、今日何するっていう、なんかざっくりと説明だけいいですか？ですね、今日は、ちょっとね、最近、まあ、ゆうくんにもらったものとか、はい、新しく自分で買ったものとかが、ちょっと増えてて、はいはい、置き場を交換するタイプだったんですけど、それをちょっと企画に。あらら。模様、まあ、こっち入って、なんか結構一番メインの、はい、フロントステージの模様替えをちょっとしていこうかなと。ここね。はい。プラスで、なんか一個一個ちょっと見せたり説明したりしていけたらいいなと。紹介で。はい。はい。じゃあお願いします。はい。はい。じゃあまず、僕は結構家具を決めるときっていうのは、はい。なんか板系をね、やっぱりね、裏に僕は敷きたいんですよ。うん、これとかは、まあ、後輩の子に、はい、去年の誕生日にいただいた、そのスケートデッキなんですけど、うんうん、これは、もうね、絶対もう最初から決まってた。そこだ。まあ、ここでしょ。あ、まあ、結構スケートカルチャーは好きだから、なんか一応こう、差し込んであげて、で、これ。はい。これがね、すごいんですよ。これは、あれか。なんかコルクの、そう、コルクみたいなやつを、うん、もう塗装というかペイントしてて、なんかそれをパズルみたいにはまってるやつ、かわいいよね。これはかわいいですね。で、こういうのは、まあ、一回僕こういうとこに置いちゃうんですよ。一旦ね、一旦これはちょい見せみたいな感じが好きで、これちょい見せ、なんかスカーフみたいな感じ。ああ、なるほど。 NO。 これがね、うわー、いかつ、なんか民族っぽいな、柄的に。そう、これもね、西洋系の陶器なんですけど、はい、こういうのはね、メインにしたくないんで、うん、わりかし外す。派手物は外すと。結構サイドに置きがち。お次がこれです。これはね、ライト。ガラス？ガラスのライトです。へー。これね、一回もつけたことないんだけど、もう一目惚れ。あ、大体一目惚れで買ってるんですよ。これはね、もうライトゾーンに、色かな？隣り合わせの色みたいなのをこう置くかもしれない、うん、ドイツジャーマン、ジャーマンドイツやっけ、ジャーマントレーナーってことね。ジャーマンボードか。これはドイツの花瓶でございます、はい、わー、はい、こいつはまあ右側はあれだね、民族チックだね。こう寄せていこうかな。で、はい、21の AW のシュプリームのガラスの、なんか水とか入れる用の、これね、僕が欲しいって言ってたら、ゆうくんが誕生日でくれちゃうという。あらららら、もうやっぱメインステージに。わあ。こいつは入れてあげようかなと。やった。はい。しょうがないですよね。本当しょうがなくなるんですよ。これはね、去年かな。おお。去年の SS 出てる金魚鉢。テンション一緒なんですよ。考えてね、こういう感じで僕やっちゃうんですよ。ぶち込むの？ぶち込んだりもしちゃう。おお。でも一回、まあ、ゆうくんのやつをやっぱ一人立ちさせたいんで。はい。そこだ。ここかな？ああ。お、それ何？え？それ何？あ、これ。うん。これね、多分有名なね、うん、なんだろうな、ガラスアートの人が作ってたんだけど。おお。そう。名前知ってる？その人の。こんにちはっすでしょ。これはね、僕が描いてる絵なんですけど、描けれるんで。描けれるアート。はい、描けれるんですね。このモコ描けて、あとはもうこれだけです。この前なんか収納をどうしてますか、うん、みたいな。やっぱね、シワになっちゃうじゃん、スタッフ、うん、なっちゃってかっこ悪いから、はい、僕結構やってんのが、巻く状態のこのままをキープして、うん、私ね、こういうね、S 缶とかにこうかけて、こういうのかけときます。あ、もうそのまま。そのまま。あー、だいぶやっぱその絵とスカーフ入ると違うわ。なんかもう、はちゃめちゃだけど、なんかいいみたいな感じがやっぱしたいので、こんな感じかな。ここからでいこうかな、はい、ここはですね、はい、自宅兼アトリエだもんね、ここは。そう、こんな感じですね。ねえ、こんちはっすが一応絵をインスタにも投稿してるもんね、はい、
してるんですけど、ここで結構絵を描いてて、うん、こういう活動もコンチワスはしてるので、インスタをチェックしてもらえれば全貌は見えますかね。はい、見えますね。はい、じゃあちょっと次、ここはまあ本当好きなものをはちゃめちゃに置く感じがやっぱ好きなんですよ。はいはいはい。なんで、まあ、この辺とかはドイツの、日本でいうなんか土鍋みたいな感じのやつで、ストゥーシーのマグが、あ、これストゥーシーなんだ。そう、これはね、ストゥーシーのマグカップです。マグカップのタイダイ染めってあんだね。かわいいよね。で、まあ僕ら大好きティンバーランドのあのジュニアサイズ、おー、これはもう可愛さで、で、この上のやつはもともとうちの照明で使ってたやつをちょっとこう外して、はい、インテリアにしたという感じでございます。洒落てますね、本当に。ありがとうございます。テーマとかあるんですか？ここはね、あの本当特にこういうテーマっていうのはもう家全体が好きなものが詰め込まれてる感じがやっぱ好きなんで、まあ、そういう感じはしてるんですけど、ここはねニューエラのキャップが当たって、この棚が、うんうん、あの結構珍しいというか、このクリアの棚っていうのがなんか60年代のミッドセンチュリーとか、うん、そういうくくりの中で結構ね評価されてる、このクリアの。へえ。本来はここがクリアのものが結構一般的で、うん、サイドだけクリアで、これはまたこれで珍しくて、僕があの家具を結構チェックしてるのが、まあ、ユアウェルカムっていう家具屋さんがあって、はい、そこがねもろねヘンテコ、まあいい意味のヘンテコだったり、ミッドセンチュリーみたいなのをすごいやってるお店で、うん、そこで出て、マジ本当1分以内に連絡して、ゲソコをゲットしたやつ。ここの鏡すっげえ可愛いなと思って。いや、これもクリアの棚と同じタイミングでストーリーに上がってて、速攻、これとこれ買います、みたいな感じの連絡を。わかんのかな、これ。ね、これも一目惚れだと。おー、可愛い。これでね、あんまね、自分のこう服とかを見ることはね、ほぼないんですけど。あ、見ないよ。見ないんですけど、で、それと一緒にね、この、海外のね、おもちゃで、はい、発育を促進する、なんかさ、日本でいう、なんか、ルービックキューブとか、はいはいはい、積み木みたいな感じで、いろんな形に動くっていう。すっげえうるさい。うるさいんですよ。じゃあちょっと一つなんかもらえるってことなんで。言ってねえけど。これ取っていいの？どうぞ。これは日本にあるシボネってブランドがあるんですけど、シボネで買えます。これね、安いんだよ。あ、そうなの。2000円ぐらい、2、3000円で買えて、結構空張りもあって、これね、マジおすすめ。お、めっちゃいいじゃん。そうで、この球体系のやつで使えるのが、お、すごい、ヒットした。そう、なんかね、こういう感じで、これもともと中に、うん、丸いね、なんかガラスのね、コップみたいなの入ってて、それを、まあなんか花瓶を割っちゃって、溶かして、溶かしてこういうのを置いたりとか。これやばいね。そう、それもね、別なんだよ。これやばいね。これもマジ一目惚れでした。これは超かわいい。これは、ニューヨークに、あ、じゃあ嘘つく、嘘つく。え、いや、ニューヨーク行ったことないでした、今。で、これを。そうで、これはもともと、なんだっけな、その球体もなんかについてて、だってなんか下がね、ちょっと取った跡みたいなのあるんだよ。そう、これもね、割れちゃったんだよね。そう、割れたのを、そういうやつに乗せたんだ。あー、すげえな。こんだけジャストであってすごいね。そう。お、これはこれでしょ。これはもう絶対これだよね。決定だよ。形は。うん。もうジャストフィットでした、これは。じゃあ、ということでですね。はい。こちらその、ルームツアーじゃないな、これは。なんだ、インテリアツアー。もうこの一部分のね、ああ、この子がちょっと付き合ってもらったっていう。こういうの面白いと思うから、ぜひ興味ある人はいろんな家具屋さん見てみるとか、本当に見てみたらマジ本当欲しくなると思う。うんうんうん。ちょっと高かったりもするんだけど、もちろん安いものもあるし、ぜひチェックしてみて、ちょっと興味があればと思います。はい。じゃあ本日の動画は以上になります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。